新京成催眠新聞チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。金メダルには噛みつかないが、緊縮には噛みつく、政治経済評論家の、池戸万作です。本日はですね、試験的にですね、自撮りで、今回は、行ってみたいと思うんですけれども、この金メダルに噛みついた方はですね、実は元祖反禁止家の方でして、広宮義信さんというですね、私自身も非常に勉強させていただいた、著書とか読ませていただいた、経済評論家の方がいるんですが、実はその方がですね、経済に関してですね、調べるようになったきっかけっていうのが、この金メダルを噛んだ市長さんがですね、テレビで財政判断なんかしないんだというふうに、言ってたことがきっかけなんで、実は元祖の、方なんですね。そんな、市長さんも大御所の方ですが、今回はですね、ゲストにですね、大変大御所の方を、招いてみました。こちらの方になります。第15回目ゲストは、大前健一さんですね。株式会社ビジネスブレイクスルー代表取締役、会長を現在はされています。で、夢なら元マッキンゼー&カンパニーの社員として、ですが、私ぐらいの世代だとあんまり存じないのかなっていう感じなんですけども、結構25年前、30年前も本当にすごい方だったというふうに、聞いております。私はちょっとリアルタイムの知識ご存じないんですが、聞いておりますと。で、結構日本経済復活の会の方でもですね、昔は結構大前さんの意見とかよく聞いてたよってファンだった方がいるぐらいですね、有名な方なんですが、今回のタイトルはですね、こちらです。はい。時代遅れの経済評論家、大前健一に反論して、世代交代を成し遂げるということで、令和初の、新世代の若手政治経済評論家である、日本経済復活の会幹事、経済アナリストの池戸万作をお送りしていきます。結構ですね、今回伸びるところは、時代遅れに今さっきこんなこと言ってんのかなっていうことがありましたので、ってみたいと思います。結構世代交代といえばですね、先頃は閉会しましたオリンピックでもですね、例えば体操の男子で内村航平選手がですね、ベテランの方ですが、鉄棒から落下してしまった一方で、若干19歳の橋本大輝選手がですね、総合と、鉄棒の金メダルで2冠ということで、世代交代を成し遂げましたからですね、ぜひですね、この経済界においてもですね、こういった体操の世界と同様に世代交代を成し遂げていきたいというふうに思っています。はい。で、次なんですけれども、今回を、行くのがこちらですね。2021年の6月25日のマネーポストウェブというのがありまして、ここでですね、大前健一さんが、日本が財政破綻する確率は 100% と、随分と大見を切ったなって感じですが、と大前健一氏と、国民は何をすべきかというタイトルですね。ここに以上、今回写真はですね、大前健一さんの、世界の潮流2021から22という本で、これずっと出るので本の宣伝をしているような形になっていますが、ゲストの方に関してはですね、以前の三浦瑠麗さんもそうなんですが、宣伝している形で顔の方を出させていただいてます。では今回ですね、読んでいきたいと思うんですが、まず冒頭部分こんな風になってますね。コロナ禍が長引く中で、欧州ではユーロ圏各国が大規模経済対策で多額の国債を発行していると。で、そこで ECB や各国の中央銀行が保有する、国債約3兆ユーロ、日本円にして大体、400兆円ですかね、の帳消しを求める動きが出ているということで、コロナ禍においてはですね、こういう ECB、欧州中央銀行がユーロ圏各国の国債を買えるのはまさに、正しい政策ではないかなというふうに思います。ユーロ圏は自国で通貨を勝手に発行通行できませんので、こういったコロナにはですね、大規模な、財政が必要な時はですね、やっぱり ECB が、動いてですね、このように、国債を買い入れていった方が、世界各国が、財政出動、ユーロ圏の各国が、財政出動しやすくなるので、こういう動きは非常に好ましいというふうに私は思います。
で、実はこの発令の発端がですね、特製令の発端はあのトマ・ピケティ氏ですね。まあ発端はベストセラー21世紀の資本、ミス・ジョボの著書、著者、トマ・ピケティ氏や欧州の経済学者約150人、すごいですね、結構な数がいますが、が共同で特製令を求める現象を発表したことだということで、ヨーロッパの経済学者がもうこぞってですね、ECB は元、ユーロの各国のですね、債券買いというふうに言っているわけですけれども、まあ、なんで、ピケティ氏など、ヨーロッパでは EU や欧州銀行に対して、正しい経済政策を求める動きがあるのは、本当に私たちも、ね、大変素晴らしいことだと思いますので、やっぱり日本でもこういう動き、本当欲しいなっていう感じですね。経済学者の方とかもですね、欲しいですが。で、私はこれは、ユーロコロナの、大規模財政政策の支援として、当然ECB、欧州中央銀行は動くのは当然だと思うんですが、次が小前さんのコメントになります。債務帳消しなど否定するのが当然だということで、これはけしからんと言ってるわけですね、こういう動きは。こう言ってます。対して ECB のラガルド総裁は、それは私にとって全く考えられないことに思えると。今は債務帳消しの質問をするのに適切な時期ではなく、我々は経済の維持に集中していると否定的な見方を示した。と報じ、したと報じられているが、それは当然だというふうに、おっしゃったわけですね。欧州中央銀行がユーロ各国の国債を買い入れることに対して、ラガルド総裁は否定的で、その総裁の意見に、大前氏は、当然、それは当然とのことですと。ではなんでですね、大前さんこんな当然というふうに言うんでしょうか。ということで、次のスライド見ていきますね。日本の国の借金は過去最大で深刻だということなんですが、これ、ちょっと理由は結局話さずにですね、急に日本の話になっちゃうんですね。日本の話に変わりまして、こう言ってますと。だが、実は、巨額債務の問題は、欧州各国とは比較にならないぐらい、日本の方が深刻だと。国債などの残高を合計した国の借金は2020年度末で過去最大の1216兆4634億円、随分と厳密に出しましたね、に達し、その対 GDP 比は 230% を超えているということですね。よく見ますが、なんでまさに本当財務省とコピペーかという感じでですね、日本の五大市ですね。季節ごとに2月、5月、8月、大体季節の移り変わりの時にこういう国の借金過去最大とか言ったりしますので、まさにですね、そういう財務省の広報的なをする記事のような内容ですね。まさにその、大前さんもお金もらってるかわかんないんですけど、もう全く同じようなこと言ってるわけですね。まさにこうしたことはですね、反論し尽くされた、時代遅れの財政危機論ですということで、結構今最近、ヤフーとかでコメント見てても、国の借金なん過去最高とか言っても、それは別に自国通貨で自分たちが、国民が借りてる側だから、別に問題ないじゃないかっていうか、非常にインターネット上でも突っ込まれるようになってきたので、このあたり本当に、三崎隆明さん、藤井聡先生の、中野武さんといった方々のですね、冒頭申し上げる宮さんもそうですけど、やっぱりそういった先駆者の方たちの、意見もあって、言論活動もあってですね、やっぱこの10年間でだいぶ変わってきたなというふうに思うんですが、大前さんのもとにはまたその意見は届いてないというような感じですね。はい。じゃ次いきます。はい。債務対 GDP は戦後を上回る異常状態ということで、敗戦直後の政府債務の対 GDP 比は約 200% だったが、今それを上回る異常な事態になっているのだ。なんか先週も同じようなこと言ってる人がいましたが、ちなみに政府債務の対 GDP 比はアメリカ 108%、フランス 99%、イギリス 85%、ドイツ 56% であるということなので、債務対 GDP 比ですから、そもそも政府の債務残高が異常なのではなく、
名目 GDP の方ですね、分母の方が25年間全く増えていない方が、異常な状態なのですと。まあ、それぐらいですね、割り算ぐらい分かってくださいということなんですが、ちょっとよく分かっていないようなので、今回はですね、もしかしたら、結構この動画をですね、大前健一さんと調べてですね、この動画に行き着いた方もいるかもしれませんので、ちょっと今回は、ご高齢者の方にもですね、丁寧にご説明していきたいというふうに思います。はい。まず、日本の債務対 GDP 比は世界最高であるが、と、出しましたが、これはまた、新たに作ったグラフなんですけれども、まあ、確かにこの青の、日本の部分はですね、まあ、2001年の時は150ちょっとですかね、146% だったのが、だーっと増えてって、2018年は実に 237% まで増えていると。まあ、大体やっぱこう、2000年代初頭に増えてって、2004年、5年ぐらいでちょっと、アメリカの負の3バブルがあったら、あっちぎりですね。そのあたりは、ま、平行で 175% ぐらいのところを推移してるんですが、まあ、リーマンショックがでダーンと増えてて、これ以降民主党政権じゃ続いてって、まあ、最近やっとちょっとですね、安倍政権やって横ばいになってきたっていう感じでなってますと。で、他の国を見てみますと、イタリアが 131.86% で、この紫のところなんですが、まあ大体 100% ぐらいあったのがリーマンショックで上がって、まあ近年また横ばいという感じですかね。で、あとはまあ先ほど言ったアメリカ、ちょっとこのグラフだと2018年までなので、数値は低いんですが、105.33% と。で、フランスが 98.42% で、これは先ほど言ったとおりね。で、カナダが 90.57%。で、イギリスはまあ 86.86 で、ドイツに関してはですね、60.50 ということなので、まあ、ドイツに関してはですね、結構近年はむしろ財務対 GDP 下がってきてる感じなんですけども、これはいわゆるですね、ドイツは、まあ、ユーロ圏の、輸出で非常にボロ儲け、近年はボロ儲けしていると言ってしまう。ユーロっていうのは、為替レートが、その、域内で固定ですから、1ユーロ1円、1ユーロ1ユーロは当然その域内では1ユーロで使われているわけですから、そうするとですね、やっぱり経済大国のドイツはすごい得をするわけですね。そして輸出をでボロ儲けしていたという感じになります。まあ、これに対してですね、ちょっとさすがにドイツとギリシャを同じ1ユーロ 1ユーロで扱うのはどうなんだっていうことで、結構なんかユーロの1軍と北の方の1軍と南の方の2ユーロ2軍に分けた方がいいんじゃないかっていうような意見もありまして、それなんか結構面白いなと思うんですけれども、まあそういった形ですね、ユーロでドイツがまあ独り勝ちしているために債務対 GDP 比も、落ちてきているというような感じになっていますと。はい。で、次なんですが、はい。まあ、そもそも債務対名目 GDP を示す計算式ということで、まあ、非常にですね、なかなか足し算引き算わかるんですが、結構掛け算割り算だとわからないみたいなことをですね、うちの、まあ、小野会長も言ったりしますので、ここは丁寧にですね、債務対名目 GDP 比とは一体何なんだってことをですね、示させていただきました。債務対名目 GDP 比っていうのは、分母名目 GDP 分の分子政府債務、過去負債ですね、の残高で、求められる比率になりますと。では、まあ、なので、この式からですね、債務対名目 GDP 比が増加する要因はですね、まあ一般的になんか政府債務がどんどん増えているから、残高が増えているからだっていうふうに思われるかもしれませんが、そういった場合だけではなくて、分母のですね、この名目 GDP 比が、名目 GDP が減ってしまった場合もですね、増えなかったり減ってしまった場合も、当然債務対 名目 GDP 比は悪化するというわけですね。ここをですね、結構、こういう場合があるということもですね、抑えてない人が非常に多いのかなというふうに思います。で、次なんですけれども、国の借金は世界中どこでも、どこの国でも過去最大ということで、国の借金は基本的にどこの国でも過去最大を更新し続けている。日本は G7 諸国の中でも増加率が低い、実は低い部類です。でね。まあ、これも毎度おなじみの、これは毎度おなじみのグラフですが、
今回もですね、まあ、もしかしたら初めての方いると思うので、丁寧に説明しますと、実は国の借金はですね、なんか日本が結構異様に増えているように思うんですが、実は日本っていうのはそんなに増えていない部類でして、一番多いのは2001年かを100とするとですね、イギリスが2018年には474.5ですから、もう約5倍近くもですね、国の借金イギリスは増やしてるんですね。でアメリカに関しても384ですから、やっぱ3、4倍近く実は国の借金を増やしてるんですね、21世紀に入ってから。でフランスが258で、カナダは215ですから、やっぱこういった両国もですね、約17年ですか、間に2倍以上、国の借金、政府の負債を増やしているということになります。で、イタリアが170で、ついで日本が 169.5 なので、まあ、大体日本とイタリアは同じぐらいですね。で、ドイツがちょっと近年下がってきまして、まあ、160ということになってます。で、まあ、比較的やっぱりドイツとかイタリアは、緊縮的な、あまり影響が強いかもしれませんが、実はですね、借金大国と言われるのは日本も、そうした国々と同じぐらいですね、実はそんなに国の借金っていうのは増えている部類ではないんですよということですね。これはもうぜひ、多くの人に知っていただきたいことですし、むしろよろしければこのグラフもですね、ぜひ拡散していただきたいなと思うんですけども、やっぱり、国の借金すごい増えているという勘違い多いと思いますのでですね、ぜひ日本の国の借金そこまで増えている部類ではないんだよということを、お伝えいただければと思います。はい。ということで、次がですね、今回、この動画で初めてですけど、名目 GDP の方も同じように、作ってみたんですが、名目 GDP が全く増えないから比率が上昇ということで、ね、はい。で、21世紀の G7 諸国の名目 GDP の増加率ということで、2001年の名目 GDP を100とした場合、ね、まあ、2018年には世界各国どれぐらい17年後増えていったのかというのを、このグラフで見ています。で、一番増えたのはやっぱアメリカなんですね。194.5 ですから、まあ、17年間で約2倍名目 GDP を増やしているということになります。で、カナダが 193.9 で、まあ、アメリカと同じぐらい増やしているわけですね。で、続いて、まあ、イギリスが 187.5 ですから、やっぱりある程度債務をですね、国の借金を増やしている国の方がしっかり、まあ、名目 GDP を増えているというような感じになっています。で、続いて、まあ、ドイツは、まあ、結構ユーロで、一人勝ちした勢いもあって 153.9 で増えてて、フランスも153ですね。まあ、ほぼドイツとフランスが同じような、経路ですが、フランスはちょっと近年伸び悩んでいるような感じで、対してドイツの方がですね、リーマンショックここからバンとどんどん伸びてきているような感じですから、やっぱり先ほど述べたように、やっぱりユーロ圏で一人勝ちして、ユーロの県内の輸出も受けているところが、やっぱりこの名目 GDP も寄与しているところに現れている感じですね。で、イタリアに関しては 135.3 で、まあそこまで、先進国なら増えてないんですけれども、では日本はどうかっていうと、これがですね、105ということで、2001年を100とすると、2018年も105ですね、なってますと。で、2008年はほぼほぼ横ばいで、まあリーマンショックで逆に100を割っちゃったと。2009年の GDP は2001年より少ないというふうになってますと。で、まあそこからですね、少し横ばいから、まあ一応安倍政権になってから少しは増えてきてはいると。まあちょっと GDP の中身をいじくったりしてた部分もあるんですが、まあそういうふうにしてですね、まあ日本の名目 GDP というのは、他の諸外国に比べてると全然増えていないと。なので結局債務対 GDP 比が世界最悪なのは、債務残高が増え続けているというよりもですね、名目 GDP の増加率が、世界最下位だから、日本の債務対 GDP は最悪だということですね、になってますでした。はい、残りちょっと続きを見ていきたいと思うんですけれども、EU の基準では日本は TKO 状態にあるということなんですけども、また EU、欧州連合は予算年次ごとの財政赤字を対 GDP 比で 3% 以内、債務残高を同 60% 以内に抑えることを加盟国に求めている。EU の基準であれば、すでに日本はTKO、テクニカルノックアウト状態なのであるというふうに、言ってるわけですね。
まあ、と言ってますが、まあ、そもそも日本はユーロ圏のような、共通通貨、国ではありませんので、まあ、EU と比較するのはまあ大変、まあ、ナンセンスな意味ですね。自国通貨でいくらでもまあ出せますからね。まあ、そんな無意味な比較をするですね。むしろ、オーマイさんの、脳の方がまあ TKO 状態になってるんじゃないかなというような、感じですね。はい。次がですね、これはもう、なんかおなじみのフレーズですが、赤ちゃんから超高齢者まで借金を背負うと。これもなんかね、よく言われてましたが、で2020年11月1日時点の日本人の推計人口、約1億2320万人で、単純計算すると、国民一人当たりの借金は約987万円もあると。で、これは生まれたばかりの赤ちゃんから、100歳以上の超の高齢者のお年寄りも含めた日本人全員が背負っている借金だということで、はい、またしても財務省のコピペかという感じですけれども、これもよく新聞で出てましたね。はい。まあ国民何度もやり、これは国民がですね、債務者じゃなく債権者側ですね、政府が負債ので、国民かっていう意味では資産、債権者の側ですと。で、またですね、これ言うと、税金で結局返さなきゃいけないみたいなことを言いますが、税金で全額返済する必要も全く、必要もありませんと。で、まさに、本当に化石のような、論説ですね。まあ、ちょっと懐かしさがあるということで、まさしく平成一桁の懐かしさを感じますということで、まあ、昔のヒット曲とかで言えば、夏のヒット曲で言えば、なんかクラスかみたいな、夏の日の1993かというぐらいですね、非常に懐かしいような、夏メロ的なですね、夏メロ的なフレーズになってるという感じですね。赤ちゃんから高齢者まで借金って、今更それ言うのかよという感じでしたが、まだ今前さんはこういうことを言ってるということでした。はい。次、日本が財政破綻する確率は 100% と、ここでまあタイトルのことを言ってるんですけれども、時折日本が財政破綻する可能性について聞かれるが、私に言わせれば税金を払える生産年齢人口が減り続けている以上、破綻確率は 100% であると。もう思いっきり出たなという感じですけれども、そもそも大前さんに聞いちゃダメだろうっていう感じですが、まあ、日本国債はですね、自国通貨建て国債なので、財政破綻しない確率の方が 100% ですと。結局ですね、日本銀行がお金を吸ってですね、結局国債を買い入れてしまえば、必ずあの国債返済されますので、破綻しようがないですと。そしてですね、まあ、生産年齢人口について言及していますが、まあ、生産年齢人口の減少は全く関係ありませんと。お金のプール論にとらわれていますということですね。なんか税金が払えない、税金払わないとですね、国の借金返せないんじゃないかっていうふうに捉えてるみたいですが、全然そんなことはなくて、日本銀行がお金を新たに発行すれば良いだけですというふうになりますね。はい。次に、日本はすでに、財政破綻していると、もうここまで来ちゃいましたね。もう北斗の拳かな、ケンシロウかみたいな感じですね。大前健一シロウみたいな感じですけれども、日本はすでに死んでいる、お前はすでに死んでいるみたいな、日本はすでに財政破綻している、お前はすでに死んでいるみたいな言い方ですけれども、今の日本はいわば裸の王様のようなもので、すでに国の財政は破綻している状態だから、いつ国債が暴落してデフォルト、債務不履行になってもおかしくないということですが、まあ、裸の王様なのはまさしくですね、こういった論理を言っている日本の財政ではなく、こういった論理を言っている大前さんの方ですというね、まあ、すでに論理が破綻している状態で、まあ、未だにこんなことを言っている大前さんの方が、信任の暴落を起こしてしまってるんじゃないですか。この文章大丈夫ですかっていうような、感じですね。はい。はい。で、次は最後なんですが、財政破綻するのは1年後かもしれないということで、ただそれは1年後かもしれないしということで、ずいぶん早いなという感じですけど、10年後かもしれないという話なのであると。そういう状態が起きないように、財政運営戦略を作っていくのが国を預かる為政者のやるべきことだということなんですが、日本国債が自国通貨建て国債であるうちは、別に1年どころか、まあ、10年、
もっと言えば100年経ってもですね、財政破綻起きませんと、お金すればいいだけですからね、円をすればいいだけですから、なので、まあ、財政出動でですね、むしろデフレ脱却することですね、まあ、政治外政者が、やるべきことですということで、財政運営戦略というのはむしろ財政出動してデフレを脱却することの方がですね、よっぽど重要だということでした。だけでですね、今回は以上ですが、一応次回の予告も、しておきたいと思いますので、まあ、さて、来週の大前さんはという感じですが、日本一番、一つ目が、一番目が日銀、市場から国債を買うのは禁じで、で、もう一つが財政破綻したら国民も一蓮托生ということでね、三つ目が財政大務省も首相官邸に服従しているというようなことなので、なかなか、面白いことを言っていらっしゃるなという感じですので、ぜひですね、来週も、見てくださいねということで、よろしくお願いします。では、それより最後に、佐々木さんならって、じゃんけんくじょ、ありがとうございました。コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが、日本はこれからどうなっていくのか。重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのか。そのようなことを解説した書籍が三橋貴明の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。